アド川は、京都府及び、滋賀県を流れる淀川水系の一級河川である。延長は5 7 9トル流域面積は418.9平方キロメートル琵琶湖へ流化する河川の中で、流入量は全体の27.9%と最も多く、多節地帯と豊富な森林が起因している。京都市左京区北東部。 丹波高地の桃井峠近くに発し、登流して、滋賀県大津市に入る。V 字状の峡谷を北北東に流化し、大津州埋の木町付近で張畑川と合流して、高島市に至る。高島市靴木市場で北側と合流し、再び峡谷を経て南東に流化し、中赤山角州を経て船切れ、船木で琵琶湖に流入する。南仙木と北船この間に、阿土川右岸放水路が設けられ、 現在は、この放水路が本流となっているほか、アド川を遡上するアユやハスを収穫する穴は、この流路中に設けられている。一方で、アド川左岸放水路は北、船木の北側を流下して1 7トル流下、下のち琵琶湖に流下する。アド川の名称は3世紀以前に、大海に定着した、安住族に由来すると言われている。ズミは、 どの音韻変化によって水が湧くところを指す、泉と井戸と同様に、安住からアドとなったと考えられる。縄文時代にはすでに沿岸に人の活動があったとされ、大津市くず川坂下町で石器に加工される前のチャートが見つかっているほか、高島市く木村村の池の沢遺石から縄文末期の魔性石符と石賊が発掘されている。2013年時点では、 弥生時代の資料は未発見ではあるが、高島宿月村や同士旧牧岩瀬から古墳時代の末期の破片が残っていたり、また古墳と見られる塚城の地形があったという伝承があったりで発生域以前に人の定住があったとされる。詳細院文書によれば、奈良時代には蔵東大寺寺氏に属する石山院の下で高島に生材所があったと記されている。また、 イカダの流し運賃の報告書である、杉倉総運高専米注文には、高島の山中から材木を流してから、小川津でイカダに組んで、琵琶湖に流下させて奈良まで送った記録が残っている。阿ド川流域は、奈良時代から材木の産地が点在し、伐採した木材をイカダに組んで流す、イカダ流しが盛んに行われていた。 沿岸にはイカダノリの守り神である四国チ神を祀る神社十五社、神社あと二カ所、こう二つがある。また、カッパ伝説も残る。葛川谷やくつ谷から伐採された木材が、アド川を降り、沿岸の南線基で木材が集積された。イカダ流しは昭和に入ると衰退し、1948年には姿を消す。江戸時代には船木に、 大津大官所による支配下のもとで、船基盤所が税の徴収を行われたが、材木商人が多く集まっていた。現在でも多くの製材所が残る。まあ、後川の氾濫を防ぐために植えられた間だけによって、扇骨が作られ、日本国内の扇骨の9割のシェアに上る。ただし、竹林の減少に伴い、材料そのものは九州方面のものを取り入れるようになった。 ありがとうございます。